ふん。敵軍なんぞこの本城重長が打ち果たしてくれる。おお、さすがは重長じゃ。皆の者をあやつに続け。今回は越後の鬼神と称された本城重長を解説します。無事に子が生まれたか。じゃが敵に攻められて厳しい状況じゃ。そうじゃ、弟を頼って出羽に逃げるぞ。ふふふ、兄上は出羽に向かったか。今が好機ぞ、城を奪い取れ。何、弟が謀反を起こし城を奪い取ったじゃと。なんたるありさまよ、このままでは。こうして重長の父は城を奪われ、失意の中で亡くなってしまいます。本城家の跡取りをご子息にしていただきたいが、幼子では政はできぬ。致し方ないが、謀反人を後見人にするほかあるまい。家督を奪われた重長でしたが、父の十三回忌でその無念を晴らします。父を裏切った叔父を討つ。皆の者、わしに手を貸してくれ。母、無念を晴らすは今にござる。ぐ、はかったな。もはやこれまでか。父の仇を討ち、実権を取り戻したぞ。これよりわしは本城重長と名乗る。おお、お見事。気象豪強で勇猛にございますな。こうして幼いながらも器量の良さを見せた重長のもとへ、長尾景虎、後の上杉謙信から書状が届きます。本城重長と申します。お呼び出しに答え参上いたした。重長よ、よう参った。今信濃では武田の勢力が強まっており、これに抗うためにも力を貸してほしい。母、越後のためにお力添えいたします。殿に抗う敵をこの手で打ち破ってご覧に入れる。こうして長尾家に従った重長は各地で奮戦し、その武勇を見せつけます。ですが時には主君に反旗を翻すこともあったようです。重長よ、お主に頼みたいことがある。母、いかがいたしましたか。越後の内乱を鎮圧するためにも葬ってほしい者たちがおるのじゃ。これもお家のため、その任務必ずや。うおう、その首置いていけや。うえ、貴様はかったな。ふふふ、討ち取ってくれたわ。殿もお喜びになられようぞ。殿、敵を討ち取ってまいりました。うむ、大義じゃ。何、命を懸けて任務をこなしても褒美の一つなしじゃと。ふざけおって、覚悟しておれ。こうして主君に対して不満を募らせた重長は武田信玄に内通し挙兵、かつての主君の前に立ちふさがります。重長を攻め立てよ、数は我らが圧倒的じゃ。ふふふ、殿よ、我らを侮ることなかれ。夜襲を仕掛ける、敵を討ち取るのじゃ。うわぁ、敵襲じゃ、逃げろ。ふふふ、なんと他愛のない、敵将を討ち取ってくれたわ。このように劣勢でありながらも戦上手で知られる謙信相手に善戦し、数千の損害を与えたと伝わっています。ですが援軍のない籠城は限界を迎えました。我らは降伏いたす。わしの首一つで進化をお許しいただけぬか。うむ、良い心がけじゃ。重長よ、将兵ともに許す。これからもわしに仕えると良い。その武勇を失うのは惜しい。母、ありがたき幸せにございます。これよりは殿に忠誠をお誓いいたす。とはいうものの、謀反を起こした手前、謙信存命中は目立った活躍がありませんでしたが、謙信亡き後に出番が回ってきます。殿が亡くなり家督争いが起きたか。随分と暇をしておったが、わしの出番よ。わしは景勝殿につき、せがれを景虎殿に送る。これでどちらが勝っても家は安泰じゃ。さあ、謙信公に認められた武を味わいたい者はおるか。前に出よ、相手になってくれる。ひえ、本城様じゃ、わしは命が惜しい。逃げるぞ。ふふふ、相手にならぬわ。重長らの働きもあり、家督は景勝が継承することになります。その後も上杉家の重臣として各地を奮戦し戦功を挙げた重長でしたが、後年にあらぬ疑いをかけられてしまいます。
奥羽で発生した一揆に本庄重長が関与していただと、許せぬ。奴を改易せよ。殿、わしは無実にございます。改易など納得できぬ。そちの申すことはもっともじゃ。じゃがことを荒げられぬ。すまぬ重長、耐えてくれ。ぐぐぐ、承知いたしました。ですが、必ずやここへ戻ってまいる。このように改易された重長でしたが、後に起きた朝鮮出兵に参戦し、奮戦。見事赦免され、上杉家への帰参が認められます。ですが、重長に再び試練が訪れます。秀吉様亡き後に徳川殿が兵を起こしたか。我らは毛利や石田につく。皆、奮起せよ。はは、では、我らは福島城に移り、伊達の侵攻に備えます。ご武運を。ですが、皆さんご存知の通り、関ヶ原の戦いは徳川家の勝利で幕を閉じます。ふふふ、関ヶ原の結末を知り、上杉が撤退を始めたか。今が好機ぞ。合図に攻め込むのじゃ。伊達の戦を見せつけよ。この敗北によって合図に迫る伊達軍の前に、越後の鬼人こと重長が立ちはだかります。やはり攻めてきおったか。上等じゃ。軽く当たって撤退し、城下まで釣り出せ。うおう、上杉軍など相手にならぬわ。ふふふ、今ぞ反転し敵を討ち取れ。わしに続け。我らの戦を見せつけよ。敵の懐に突っ込むのじゃ。うわあ、敵がこんなところに。逃げろ。ふはは、相手にならぬ。謙信公の下で戦った我らを侮ることなかれ。く、致し方なし。一時撤退する。本庄重長、やってくれおるわ。伊達軍が撤退を始めたか。じゃがこのままでは持たぬ。須田殿に伝令を送る。敵の二打隊を襲わせるのじゃ。うわあ、なんで上杉軍がここにいるんじゃ。逃げろご。ふはは、二打隊が逃げていったぞ。これで伊達軍も戦えまい。何、二打隊が潰されただと。これでは戦えぬか。致し方なし。撤退するぞ。こうして数敵不利を背負いながら、重長は見事伊達軍を撃破したのです。ですが、未だに徳川と敵対関係にあった上杉家では、今後の方針が議論されていました。皆の意見を聞こう。我らは徳川に対してどのように振る舞うべきか。母、恐れながら申し上げます。我らは豊臣の家臣として徹底抗戦をするべきと存じます。またぬか。この機に及んで戦うなど下策じゃ。早急に和睦し、許しを請うべきにございます。上杉家を守るにはこれしかござらん。そうじゃ、重長殿の申す通りぞ。うーむ、お主らの主張は分かった。わしの答えを出そう。我らは徳川に降伏する。重長よ、使者として交渉に当たるのじゃ。お主の武名は天下に鳴り響いておる。一目置かれているお主に任せるのが最善よ。はは、承知いたしました。必ずや吉報をお届けいたします。こうして敗戦処理の交渉に当たった重長によって、領地の減俸こそあったものの、家の存続に成功します。これには重長の手腕が光ったのではないでしょうか。ですが、そんな彼にも最後の時が迫っていました。ふふふ、わしもよう生きたな。謙信公と共に戦場をかけた頃が懐かしいわ。平穏が訪れた今、鬼神の居場所はここではない。ならば行くとしよう。地獄の鬼どもと戦ってくれる。こうして重長はこの世を去ります。享年74歳。武勇に秀で、上杉家を支えた猛将の最後でした。そうか、重長が言ったか。あやつがおらねば上杉も滅んでいたやもしれぬ。武人八万とは重長のことじゃな。皆に報いるためにももう一踏ん張りせねば。皆さんこんにちは、小道寺です。このチャンネルでは戦国時代の武将たちを紹介しています。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。リクエストやコメントもお待ちしております。